大社です。大社です。みなです。なさんです。今日ですね、朝アマゾンに頼んでたカード来たかなと思ってビリビリって破いたら提供品でした。ありがとうございます。ありがとうございます。で中身見捨てしまいました。今サムネサイトになると衝撃の中身だった。ということで早速まずムーちゃんへ。こちら、みなきちさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。衝撃やから。1枚。いきます。はい。じゃん。衝撃や。喜びの顔が出ましたでしょ。これはすごい、一人高になりましたね。喜んでる。ちなみに包みにもあります。あら、包みにましょう。これは言うと次の環境の必須パーツレベルですからね。なんかもうそうだった感じが。はい、電池切れました。向かいます。お願いします。はい。なんという形でしょう。なんという贅沢な。いいホログラフィックでございますな。そしてあともう一個あるんですよ。これムーちゃんへ。さらにでもなんやろ、スリーブっぽいですけどね。そうですね。あ、いきます。ありがとうございます。はい、あこれは無限回収中ですからね。ありがとうございます。ということで朝から、じゃあ僕は勝手にすいません、封筒開けてしまって申し訳ありませんでした。なので提供ヒント書いていただければもしかしたらそれでも買っていただけるかもしれません。ということでみなきちさん、ご提供ありがとうございます。ありがとうございます。萌え萌えキュン、ありがとうございます。ちなみに新テーマどっちがあるんですか。スプリガンズを私は今セキュリティ放送ちょっと見てました。山下くんは。僕はまあでもリーダートリートが来ましたのでその辺を考え直したいですね。リーダートリート実際強いんですか。いや実際正直微妙です、うん、へえ。ちょっとどんな感じかなっていう、まあちょっと可能性を探りたいですね。コナミさんなんかそういうことしますよね。前のほらサイバースの時もさ、もどかしさみたいなことそうだ、ね、最初のもどかしい感じ、うん、今では結構もう環境言ってるけどその道を歩む感じなんですね。山崎歩むなんですかね。あ今日笑顔が多いですね。なんか上機嫌ですね。上機嫌や。なんかありました。あれか。よかった。さよなら。こんにちは、クイちゃんです。ベッドで安眠できる方法もう一つ見つけました。窓やドアの方向に頭が向くように配置しないことらしいです。太陽の光を目を覚ましてしまう習性があるので、まあ、逆に言うと朝目覚められるというのはあるらしいんですが、窓の方向に頭が来るようにベッドを配置しないことらしいや。ということでくるみチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。